高畑歌唱、高畑歌唱、高畑歌唱、1888年4月6日から1966年7月31日は、大正から昭和初期に活躍した日本の画家である。本名は、高畑幸吉、愛媛県宇和島市里町生まれ、京都市立美術工芸学校日本画家卒業、宇和島市長、衆議院議員を務めた。 高畑亀太郎は、実景。上京して、生活区の中、1911年に、歌唱の名で描いた、津村順天堂の中条湯広告画が、一躍有名になる。アールヌーボーやユーゲント・シティール、特にオーブリー・ビアズリーの影響を受けたとされるシャープな、ペン画はそれまでの広告イラストとは一線を画した、もので、そのモダンさは、時代の注目を集めた。 その後、少女画報、東京社、少女クラブ、少年クラブ、いずれも講談社、日本少年、婦人世界、いずれも実業の日本社などの少女向け雑誌や少年雑誌、婦人雑誌などに差し絵として描いた独特の美少年、美少女の絵や美人画は一世を風靡し、たちまち、竹久夢寺らと並ぶスター画家となった。1926年には、歌唱微鮮、ヴィンセン 封筒を発売するなど、現代でいうメディアミックス風のプロモーションも行う。ことによりさらに名声は高まり、銀座更新曲、正岡博史作詞、1928年中で、歌詞を好みの君も行くと歌われるほどになった。鎌倉、稲村ヶ崎一の谷、一の宿に建てた、異国情緒あふれる豪邸は、歌詞を五典と呼ばれ、歌詞の趣味が凝縮したものとして、注目を集めた。 歌唱5点には、全国の女性、特に女学生からのファンレターが殺到した。極端な例では、地方の霊場が、歌唱5点満たさに家出するという事件も起こった。一方高い人気を背景に、画料は、歌唱のいいねで決まっていたとされ、口頭に歯止めをかけようと1925年に、交渉に訪れた少年クラブの加藤健一らに対しては、気候の取りやめで応じたという。 しかし戦争色が色濃くなってきたこともあり、絶頂の1937年頃から雑誌などの活動を停止。一般大衆の間では、その爆発的人気は永続せず、戦後花々しいカムバックとはいかなかった。1960年代に再評価を受ける、口述まではやや歴史の中に渦漏れた存在となっていた。それでも完全に忘れ去られることはなく、 昭和中高期における少年少女、婦人雑誌の人物の差し絵は歌唱の影響を受けたものが多い。漫画家の丸尾末広も歌唱の画風に影響を受けていることがよく知られている。人物画が中心。連載小説の差し絵、雑誌口絵、レターセットなどの小物の衣装などに使われた。独特の三白眼を有する無国籍風な表情と中性的な雰囲気を持つ。 人物を描く。妖艶さと清楚さを合わせ持つ少女が美人画と凛々しく潔い。しかしやはりどこか色感を漂わせる少年画はいずれも一目で彼の作品とわかるほどの個性を放っている。また明治から昭和初期にかけての和装、洋装を含むありとあらゆる服装、髪型、アクセサリーが画題となっていることも注目される。描かれる。 ファッションのレパートリーは幅広く、例えば和服については、生涯にわたって同じ柄の着物を二度以上描いたことがないと豪語したとも伝えられるほど、衣服デザインは多彩だった。実際、彼は浴衣や洋服のデザインを行いそれが雑誌口へになり物入りで掲載されるなど、時代のファッションをリードするデザイナーとしても活躍した雑誌口へには、そのデザイン服は、 歌唱よしみという名を冠して掲載された。そのレパートリーの広さを存分に生かした渾身の大作が映りゆく姿、昭和初期、現在は個人像である。これは明治から昭和初期にかけての女性ファッションの移り変わりを六曲一層の屏風の中に配された六十人以上の女性の姿として描き上げた作品である。暑い季節に新色を忘れてこの絵を描き上げた歌唱は、 そのためすっかり痩せを衰えてしまったという弟子の証言があるほどの一世一代の力作であった。幾多の美女、美少女、美少年を描き続けたが特定のモデルはいなかったとされている。また自身は全く浮いた話がなく実際生涯独身であった。沿岸を進められた時、私には絵の中の女たちがいますからといった切り返しで答えた話は有名である。 戦後しばらくは夢を抱いて渡米するも、経済的、健康的にうまくいかず帰国するなど、失意の日々を過ごし、子供向けの回答ルパンシリーズや童話などの差し絵仕事を細々と続けながらも全盛期とは、秘物にならないほど注目されない人生を送っていた。晩年はかつて絶縁した実家の兄を頼るほど、生活に困窮し、神戸の老人福祉施設に入っている。しかし、 幼少の頃、歌唱の絵、特に、さらば故郷に感動した、弁護士、カ野タクが歌唱の現在を伝える記事を偶然雑誌で読み、本人と文通を開始した。その後歌唱は、新、さらば故郷、と題した災画を新たに描き、カ野に送っている。カ野らの奮闘やかつて歌唱の絵に熱狂した世代の、要望により首都圏で開顧展が開催され、人気が、 爆発的に再燃した。その人気の流星を見届けた直後の1966年7月31日に東京にて加のとかつて画僚問題で対立した加藤健一に見守られて生涯を閉じた。同日付で差し絵画家としては初となる訓語と総行局実章を受けた。母書は神奈川県鎌倉市の鎌倉霊園であり、 養子のカ明キラもの地に同じ墓に葬られている。カノラは1984年に東京都文京区に弥生美術館を開き、歌唱の作品の常設展示を始めた、口述。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。